今回やってきたのは熊本中央カントリークラブです。ご紹介するきらり星はこちらです。ナイスショット。今回のきらり星は国府高校に通う高校生ゴルファーの三宅龍心選手17歳。先月行われた九州アマチュア選手権熊本予選では見事1位に輝くなど、今では九州でもトップクラスの選手として全国を相手に戦っています。ゴルフを始めたきっかけは何でした？自分のお父さんと姉がゴルフしてたので僕も始めてみました。何歳ぐらいの時でした？その時初めてクラブを握ったのは多分5歳とか4歳ぐらいだと思います。もうそんな小さい時から。はい、ゴルフをやり始めたのは6歳とかそのぐらいです。ゴルフで一番得意なことって何ですか？得意なのはアプローチとパターが、まあ、自分ではすごい得意です。その得意なアプローチが光った場面が今回の取材でもありました。こちらパー3でのティーショット、やや左に流れてしまいグリーン横のガードバンカーへ。やや傾斜のかかった場面で構えるのも難しいリカバリーショットになります。今パー3の2打目になります。見事にナイスショット。この難しい姿勢から放たれたボールはカップに吸い寄せられるように転がっていきます。見ていた私も力が入って興奮してしまいました。得意とするバンカーショットからのアプローチにご本人も納得のようでした。今のすごかったですね。あ、はい、うまくいきましたうまくいきました、はい、バンカーだとボール直接打たないから、こう左足が上がってる方が球も上がりやすいんで簡単なんですけど、今のは左足下がってボールを上げにくくて難しかったですけど、まあなんとかできました。すごい、やっぱこう龍心くんの技術の高さです。ありがとうございますさらにおよそ15メートルほどあるこのロングパットも、すごい見事ピンそばにピタリ。そんな龍心選手ですが、アプローチやパターが得意なのには秘密がありました。小学生の頃、周りの選手に比べ体が小さくティーショットの飛距離が伸びず悩んでいた龍心選手、抗えないパワー不足に導き出した答えがアプローチとパターの向上でした。パワーを上回る技術を目指し猛練習の末、マイナスを補ってきた努力が今では最大の武器になった龍心選手。さらに成長したのは技術だけではありません。自分がここで成長したなって思った部分ってどういうところですか？まあ飛距離はもちろん伸びましたし、前よりもボールが曲がった時にあんまり慌てなくなりました。ミスっても一回自分に耐えて持ち直すことができるようになってきたと思います。技術だけでなく精神面でも成長を遂げた龍心選手。お願いします。成長を見てきたお父さんの思いとは、まあ、本人も言ってますけど、強いだけじゃなくてやっぱり、まあ、いろんな人に応援されるようなですね、そういう選手になってもらいたいと、まあ、僕も思ってます。そんなお父さんの気持ちに龍心選手は、でも今日もお父さんが練習に付き合ってくださってたり、はい、いつもですか？まあ、だいたい休みの日はいつもこうやって付き合ってくれてます。やっぱ嬉しいですよね、こうやって一緒にできる家族がいるっていうのが。そうですね、たまにはちょっと一人がいいかなと思う時もありますけど少し照れた姿はやはり高校生。そんな龍心選手、将来の目標は？将来の目標はプロゴルファーになることです。それはもう小さい頃から変わらず、はい、どういうプロゴルファーになりたいっていうのはありますか？どういう、そうですね、まあ、強いだけじゃなくて応援されるような、ファンの方とかに応援されるようなプロゴルファーになりたいです。
プロの世界へ飛び出せ龍心さん。